今回は、一気がネタで購入したはずの戦前に書かれた恋愛指南書が、予想外の内容で、二ちゃん民たちが驚かされるスレをご紹介します。戦前の恋愛感がすごすぎてガチでヤバかった。昭和10年発行の夫婦は豪華運繁栄の秘訣210箇条より、戦前の本に載ってた恋愛成功の心得を淡々と張っていく。興味深い。第一条、恋愛は一生涯の事業である。年に2回、病気の変わり目ごとに行われる猫の恋のごときものは恋愛ではない。恋愛の花には結婚の実が結ばれなければならない。第2条、恋愛は盲目なるべからず。結婚の前提としての真面目な恋愛の場合には、その第一条件はお互いの調和である。恋は盲目なるべからず、無理のない恋愛が理想的な恋愛である。第3条、恋愛と友情とを区別せよ。友達のわがままは多めに見て許せる。しかし、わがままな妻、あるいは夫と毎日朝から晩まで花を付き合わせて暮らしているうちには、堪忍袋の尾も切れる。だから、異性の親友として好ましい相手でも、その友情をそのまま恋愛に転化させることができると思ったら大変な間違いだ。それをごっちゃにする人には、後からすぐに後悔がやってくる。真面目だ。第4条、恋愛と浮気心は全く別物。電車の中で会った人にも、往来で目に留まった人にも、ちょっと好ましいと思う人があるものだ。いわゆる一目惚れとはそのことだ。しかし、そんな浮気心と恋愛とを一緒にすると、とんでもない間違いの元になる。一夜にして咲く花はまた一夜にして散るものだ。恋愛の花は散れば、必ず悲劇になる。本当の恋愛のためには、そんな浮気心は抑えつけねばならない。ほうほう。第5条、誇張のごとき恋愛専門家に気を許すな。自分の浮気心を抑えるとともに、また相手の浮気心を見破るだけの用意がなければならない。誇張のごとく、花から花へと舞い移る専門的恋愛家に気を許してはならない。少なくとも1年間は交際してみよ。そのうちに、もし相手が浮気者なら、飽きて他の花に舞い移ってしまうであろう。想像以上に真面目だった。第6条、恋愛の要求には簡単に応ずるなかれ。結婚生活に入った後に、こんな人とは思わなかったと、愚痴をこぼすくらいバカな話はない。それは、相手の恋愛の要求に簡単に応じたその人の罪である。夜店の品物を買うときですら、品物の吟味が必要である。買って帰ってから、すぐなんだつまらないと、後悔するような品物を、商人の口車に乗せられて、うかうか買ってしまうようなバカな真似をするなかれ。割と良いこと言ってるな。例えがわかりやすいな。第7条、自分一人を恋しているとうぬぼれるな。彼女または彼が自分一人を恋しているとうぬぼれたら、大変な間違いである。そんな気持ちでいれば、相手もなんだという気になる。むしろ、世の中には自分よりも優れたものはたくさんいるものだと思うべし。その大勢の中から自分一人を選んでくれたことに対して感謝の気持ちを持ち、その心持ちで生涯相手に対すべきだ。戦前のお堅い奴らが恋愛に飢えてるとはなんか親近感があるね。興味深い。第8条、恋愛にも試験時代が必要。恋愛は一生涯に一度のものだ。だから、人はたった一発切り玉を用意せぬ狩人のような慎重な態度が必要だ。これぞと思う相手を見て、その貴重な一弾を発射すべきだ。だがその前に、相手の人格をあらゆる方面から注意深く観察するための長い試験時代がなければならない。第9条、恋愛にも年齢あり。文豪ゲーテとかストリンドベリーとかは老年になってから、まだ20にもならない少女を恋した。いくら相手が彼らのごとき大文豪でもそんなおじいさんでは少女の方で問題にしなかったのは当然だ。またたとえ、少女の方で老人の心情に同情してめでたく結婚生活に入ったとしても、その結果はどう考えても不幸だったに相違ない。恋愛が結婚に行き着くものである以上、やはり年齢のことについても考慮するのが当然である。かっこいいな。第10条、恋愛の経験はたっとからず。何事についても経験と熟練ほど尊いものはない。しかし恋愛だけにはこれは例外である。恋愛の経験は少ないほど尊く、また熟練を積まぬほど尊い。いな、恋愛の経験はその将来の夫または妻に対する唯一度限りのものであってほしい。つまり童貞最強ってことだな。素晴らしき教え現代の日本人全員に読ませるべき俺勝利。第11条、恋愛保菌者に近づくな。病気には、一度それにかかったら二度とかからぬ免疫性のものと、一度かかった人ほど再びかかりやすい病とがある。恋愛病もその病に似ている。それには予防注射も発明されない。うかうか近寄ると感染する恐れがあるから、恋愛病の保菌者に近づくときは十分な用意が必要である。恋愛病の保菌者という書き方が妙に可愛くて好きだ。私の刀はまだ一度として鞘から出したことがないから大丈夫だと信じる。31歳童貞には嬉しい話だ。210もあんのかよ。恋愛関係は48箇条ある。第12条、恋人を買いかぶるな。恋愛論で名高いスタンダールも恋愛の結晶ということを説いている。平たく言えばアバタもエクボということで、相手のくしゃみのしぶりまでもなんとなく嬉しいという心理である。これが一丁恋の熱度が冷めかかってくると、相手のくしゃみのしぶりまでがなんとなく尺に触るという心理に転化するのであるから恐ろしい。だから相手を悪く見積もることではなくても、冷静な批判的な態度を失ってはならない。そうした態度がなければ、後になって必ず後悔する羽目になってこよう。今の恋愛指南書と比較してみたいな。なんか日本人だな。本来こうあるべきだな。呼吸するように失敗を犯すので逆に問題ない。第13条、恋人に自分を買いかぶらせるな。自分の恋する人の前では、誰でも無意識のうちに自家広告をしているものだ。自分をできるだけ相手に気に入るように見せようとするのは人情である。けれども、恋愛は結婚への関門であり、結婚生活は一生涯のことだから、後でだんだん箔がはけてきて地金が出てくるようになると相手は失望し、結婚生活が面白くいかないことになる。だから、自分の利点とともに、欠点を理解させることも忘れるなかれ。第14条、結婚相当は禁物なり。自分の他に競争者があることを発見した場合には、直ちに諦めて舞台裏に引っ込むことが賢明な態度である。諦めと一口に言えば簡単だが、これが実際にはなかなか困難なことは言うまでもない。しかし、もし競争者が自分以下のものなら、そんなものを相手にしている自分の恋人を見損なったと諦めるべし。
またもしも競争者が自分以上のものならば、そこへのさばり出ることは、すなわち恋人の幸福を妨害することだ。勝つにしろ負けるにしろ、結果の面白からぬは明らかなことだ。恋愛小説によく出てくる三角関係を味ってみるべし、小説としてのんきに読んでいる時には面白くもあろうが、実際自分がその渦中にあるものだとして考えてみたら、全くご苦労千万とも、馬鹿らしいともなんとも言えぬ余計な暇つぶしであることに思い当たるだろう。もっともすぎはロタ。当時は有名だったんかな、かなりしっかり書かれてるな。第15条、恋愛も生活から。生活を考えぬ恋愛は勇敢紳士勇敢婦人の恋愛である。遊戯に過ぎない恋をして、恋人同士が明々の家を飛び出して、温泉場などを聞きとして遊び回っているうちに金に窮して、ついに死を図ったなどということは3年記事の材料として、新聞記者を喜ばすだけの勝ちきりない。まず自分の生活、相手の生活を考えよ。生活の中から生まれ出た恋愛こそ本当の恋愛である。真面目かよ。戦前育ちの文章は本当に読みやすくて綺麗だわ。現代日本人のみならず未来永劫を語り継いでよいと思う。第16条、恋人の第一の資格は秋の子抜きとたること。目についた女房そろそろ鼻につき、それでは困る。一生涯恋しても秋の子抜きと。いな、長く一緒にいればいるほど、ますます良くなってくるような人でなければ真面目な恋愛の対象にはならない。それが恋人の第一の資格だ。正論すぎてわろたつい最近、生まれて初めて彼女ができた俺のためのスレかと思った。バクゼロ。第17条、誰からも好評な人を選ぶべし。あの人は皆に誤解されているが、自分だけはあの人の進化を知っているなどと、うぬぼれる中で。それは恋愛のために正気を失った場合に誰でも言うことだ。もとより、世間の評判などはごく悲壮的なもので、そんなものにとらわれることは間違いだが、その人の兄弟姉妹とか、ごく親しい者がその人をどんなに批評するかを注意しなければならない。その人が日常親しく接触している人の誰からも好評であれば、その人を恋人に選んで間違いがない。あの人は皆から誤解されているが自分だけはその進化を知っている。あるあるすぎてわろた。第18条、恋愛の陶酔に正気を失うなかれ。恋愛と生活を取り替えっこしてはならぬ。一生涯恋愛の陶酔の中に生活することが不可能であるのは分かりきったことだ。だから一時の感情のために生活をめちゃめちゃにしてしまっては何にもならぬ。生活を豊富にするのが恋愛である。生活を破滅させるのは大敗である。恋愛の陶酔の中にも正気を失わぬことだ。グッド。第19条、結婚に至らぬ先に恋の油を燃やし尽くすな。金銭の浪費は生活を破綻させ、愛情の浪費は恋愛を破滅させる。恋愛が一時の遊戯に過ぎないものならそれでもいいが、しかし恋愛は長い結婚生活の大道に続く関門であることを忘れてはならぬ。熱愛しすぎた同士が結婚生活に入る頃にはそろそろ恋愛の倦怠期になっていたりするようだと、その人々は味気のない結婚生活を送らなければならないことになる。西洋のことわざで結婚は恋愛の墓というのも、このことを言ったものだ。面白いな。ビッチとやりちん、見てる？第20条、打算する人に許すな。理性と打算とを混同するな。理性的でなくてはならぬ。しかし打算的な恋愛をする人に決して許してはならぬ。そろばんが外れた時には恋も終わりとなるようでは言語道断である。理性はある場合には自己犠牲を再要求するものである。お見合いってどういう位置づけになるんだろう。時代は変われど人は変わらず。首めっちゃ縦に振りながら読んでるわ。第21条、親しき仲にも礼儀あり。恋人同士の間に遠慮は野暮の骨頂である。遠慮がなくなることに比例して親密の旅は増していく。しかし礼儀というものは遠慮とは全く性質の異なったものだ。相手の人格を無視した言動や、自分勝手の要求ばかりしているようでは相手を憂鬱にさせ、やがて飽きられる。それをしないのが礼儀である。これは勉強になる。第22条、人に疑惑を持たせるような言動は禁物。死者も学者も踏み迷うのが恋の道である。賢明な人でも恋人のこととなるとつい熱してきて、そばの人が果てな、と思うような態度を見せたりする。しかし、こんなことは百害あって一理なき余計なことだ。成功すべき恋愛が、旗から水を差されて失敗に終わるようなことが起こるのは、往々こうした軽率な態度に原因しているのだ。第23条、口達者には警戒せよ。新聞に時々現れるいわゆる隙間の特徴は口の達者なことだ。自分はこれこれの大学の教授だとか、自分の父は家族だとか、自分は有名な芸術家だとか、言葉巧みにホラを吹いて相手を煙に巻いておいて、巧妙に間の手を伸ばすのである。全くのホラではないとしても、とかく自己広告を従る者には気を許してはならぬ。そういう種類の者には巧みな人物がいたためしがないのである。だが無口すぎて情報が全く手に入らないのも問題。第24条、不平家に警戒せよ。何にでも不平を抱く人がある。そんな人物に限って天下国家の問題で大きな不平を抱くというような気概はなく、自分の家庭、自分の友人、自分の地位に対して常にブツブツと不平をつぶやいているもので、そんな人物と結婚したが最後、橋の上げ下げにまで文句を言われなければならない。朗らかな家庭生活なんかは望むべくもない。深く警戒すべし。わろろん。今も昔も恋愛の概念ってそんなに変わらないんだな。なんか昔の人と親近感湧いた。第25条、道ならぬ恋は禁物。道ならぬ恋のために身の破滅を招いた人々の記事が、毎日の新聞紙上から絶えたことがない。まさか自分がそんなことをするはずがないとは誰もが思うだろうが、運命の戯れは神秘である。誰も自分の将来を知っているものはない。しかし、どんな機会に、どんな立場に置かれようとも、道ならぬ恋はすまじと固く心に銘じておけば、他人を苦しめ、自らも苦しむこの地獄からは救われるであろう。有名な本かと思って恋愛成功の心得でググったら合コンでモテる術とかいっぱい出てきて、一の本当の差にはロタ。第26条、石橋も叩いて渡れ。恋愛に大胆勇敢は禁物である。石橋も一度叩いてみてから渡る昇進と臆病が必要である。なぜなら恋愛は一生涯に一度たるべきもので、その失敗は一生ついて巡るものだからだ。あまりに臆病なために一度の機会を逃しても、再びより良い機会が来ることもあろう。しかし、用心を変えたために、一度の機会に失敗してしまったら、取り返しがつかぬ。第27条、子供たちに聞かせても恥のない恋愛を。同じ恋愛小説でも、その筋の名で発売を禁止されるような醜いものもあれば、学校の教科書にも使用されるものもある。
できるならば、自分の子供たちに語って聞かせても恥じないほどの、美しい無理のない恋愛から、結婚への筋道を通りたいものだ。第28条、明るみに出されても恥じなき恋は最上の恋。ガラッと障子を開けられて、あっと逃げ惑うような恋はなすべからず。明るみに出されても、恥じなく、堂々と腕を振って通れるような恋は最上の恋だ。恋愛に、無理もなく必ず成功する秘訣は、こうした恋をすることだ。第29条、遠すぎた期待を持つなかれ。これほど愛しているのに冷淡だとか、あれほど愛してくれたのに、今の冷淡さとかいう愚痴が出るのは、相手にどう過ごした期待を持つためだ。いつも強度に熱していれば、電線だって切れるではないか。たまには息を抜くのもよろしい。恋愛にも休日ありとはフランスの詩人の言葉だ。だから、他に気が移ったというようなことならいざ知らず、たまに恋人が冷淡な態度を見せることがあっても、いちいち取り上げて問題にしてはならない。あまりうるさくすると、かせって悪い結果を招くものと知るべし。猛省した。勉強になるな。第30条、両天秤にかけられるな。何事でも競争者があれば、おのずと熱中したくなるのは人情だ。たださへ熱中し勝ち慣れないとなると、この傾向は最も激しい。だが、あなたばかりが私に恋しているのではないなどと、両天秤にかけられて、焦ったりしてはならぬ。焦ればつまずく。だから君子危うきに近寄らずだ。そんな場合には黙って身を退いてしまうのがあなたのためであることが、後になってから必ず重し当たるでせよ。内容云々以前に文章として整っていて読んでて面白い。第31条、不自由な恋もまたよし。まああんな天使のような娘が私を騙していましたと愚痴をこぼす神のような親がある。それも恋人に会いたい、会った上は片時もそばから離れたくないという、やむにやまれぬ娘の恋心からだ。しかし家庭が厳格だったり、人目の席があったりして、恋愛のためには不自由な境遇も、必ずしも呪うべきものとは言えない。そうした不自由な恋愛を通過した結婚生活においてこそ、誰にも遠慮しない楽しい家庭の味がひとしおなのだ。ひとしおなのだなんて読むのこれ。ひとしお。ひとしおと指が振ってある。まああんな天使のような娘が私を騙していましたと愚痴をこぼす神のような親がある。文章のセンスがすげえ感動したわ。第32条、最悪の場合にも備えよ。夜半に嵐の吹かぬもの川である。名船長は平和な海を航海するときにも、嵐が突発するときの用意と覚悟を忘れない。それでこそ船を遭難から救い出すことができる。最悪の場合にいたずらに狼狽するようでは、船を暗礁に難破させてしまうだろう。恋愛にも名船長の用意と覚悟が必要だ。第33条、あまりに甘き恋人は反動化する。うるさいほどお世辞の良い人がある。靴の紐まで結んでくれるし、捨て付きまで持たせてくれる。そのあまりにも甘い恋人は結婚生活に入ると必ず反動化するものだ。というわけは、そういう娘さんに限って、感情的で機嫌外であるって、気に入らない点がボツボツ見えてくると、ヒステリーを起こしやすいからだ。いつまでも平和な結婚生活を楽しみたいと思うなら、この種の人には注意して近づかなければならない。デレツンの概念は古くから日本に根付いていたのか。メンヘラっていつの時代でもいるんだな。日本って劣化したよな。踏む続けなさい。第34条、押しに負けるな。石にかじりついてもお花客を作らうという御用聞きのしつこさを持って、手を返しなお買い恋の押し売りをする人がある。この押しの強さを、真面目さを取り違えて、ついほろりとして、しましには押し切られてしまう人がある。後になって、それを残念がってももう遅い。お花客はお得意であってる？いいなぁ、戦前の読み物は言い回しに妙があるなぜ、戦後の読み物にこの邪脱さがないのだろうか？まさに文明の堕落であろう。そうそう、お得意。第35条、見ぬ恋は後悔の原因を作る。よく文学少女などが、一面識もなく、その人柄も知らぬ芸術家に、その作品なり、名声なりに憧れて、まだ見ぬ恋をすることがある。それと同じ筆法で、大近江の紳士諸君が防衛の令嬢とか、ある日は某ダンスホールのダンサーとかに、人の噂を聞いただけで、まだ見ぬ恋をして、相当悩むことがある。しかし噂と現実とはいつも食い違っているものだ。間に立つ人がいて、この恋が成功したとしても、決していい結果が生まれないのも当然だ。おいお前らなんか言われてるぞ。第36条、手形のインフレはなすまじきこと。財政の破綻はインフレーションから。承認の失敗は不渡り手形の乱発から。恋愛においても、恋人を喜ばせるために、結婚してからのことについてあまりにも多くの約束をするのは失敗の縁である。決してそれが心にもない予想を言ったわけではないにしても、いざ結婚してみると、なかなか思ったようにならないのが常である。毎週1回ずつ温泉に行こうと約束しても、それがどうして一年に1回も実行できないことになる。その結果は騙されたの裏切られたのという騒ぎになる。だから、恋愛時代には不渡り手形を乱発して、あまりに大きな期待を持たせぬがよい。勉強になるな。戦前の本っていいな。恋愛指南本でここまで面白いのか。第37条、人形を愛するなかれ。人形のやうな可愛がり方をするならば、愛される方でも物足りないものだ。愛する方でもやはり物足りない。長い間には束縛を感じ始める。こっちで愛するだけのものを愛し返すことのできる恋人を選べ。その張り合いがあってこそ夫婦の愛は長続きするのである。第38条、養殖自慢の人を持つな。どうせ恋人とするからには、少しでも美しい人が良い。だがその美を意識して花にかけるような人を恋人に持つな。また決してその美を意識させるようなお世辞も言うべきではない。初めのうちは成功しそうに見えた恋愛が、次第に結果が良くなくなっていく原因も、その辺に根ざしていることが往々にあるのだ。恋愛の妙味は人間味のうちにあるので、決して美の中にあるのではないのだから。第39条、文化的な恋人は避けたきこと。もちろん時代遅れの恋人も困るが、あまりに文化的な人を恋してはならない。一枚30何千の座布団で済むところを、テーブルと椅子のセットの一組なんと何円なりのものでなければいけないことになり、郊外の野原をぶらぶら散歩するなんてことは退屈だから銀座お茶を飲みに行こうということになる。万事がこの調子だと、単に金がかかってやり切ないというようなことばかりではなく、こうした上面ばかりの不調子の文化の中に、生活の真実味を解消してしまうやうな結果になって、一生浮かばれないことになる。根本的なことだが皆が忘れかけていることを改めて思い出させてくれるな。恋愛の妙味は人間味のうちにあるので、決して美の中にあるのではないのだから、なんかハッとさせられた。
なんか戦前も今と同じような恋愛してたんだな。お見合い結婚とか男尊女卑が当たり前だと思ってたから男女同列に並べてるっぽい書き方はかなり意外だ。どうせ最後に米印ただし用紙短令書に限るとか書かれているんだろ。昔はブサイクでも結婚できたんだぞ。昔は美の価値観が違っていたのか割とみんな結婚していた。まあお見合いで無理やりくっつけられた人も多かっただろうがね。第40条趣味に取り入る恋はくせ者。音楽がお好きですか、それともハイキングですかと相手の趣味にサブリを入れて自分も同じ趣味であるかのように見せかけるのは恋愛技巧化の常套手段だ。とかく同じ趣味からは恋愛に入りやすいからだ。しかし趣味から入った恋愛は結婚生活の地味な苦労に耐え難く、そこでたちまち破れやすい。まして付け焼き場の趣味を利用して恋人に取り入ろうとするような人は敬遠しておくのが安全第一だ。第40条、卑劣な手段を恥じがる恋を許すまじきこと。目的のためには手段を選ばずということは恋愛の場合には真理ではない。その手段によってその人柄がおのずとわかるもの。途中に待ち受けて話しかけたり、時ならぬに恋人の今に侵入したり、またはいわゆるつけ分をしたりするような非常手段を取る人に熱心のあまりだと同情するとバカな目を見る。恋愛のためにどんな手段をも恥とせぬような人物は他の場合にもまた手段を選ばぬ小悪かき人物である。つけ分ってなんだ。ラブレターのことですってよ。ありがとう、続けてくれたまえ。ラブレターはアウトなのか、粘着中止すべし的な。第41条、世間体を気にしすぎる恋人と選ぶまじきこと。父が便所掃除人夫をしているのに市の衛生課の役人ですと言ったり、大学の講師をしているのに研究室に出ていますを言ったりするような人を恋人に持ったら一生涯の不覚だ。何事も世間体世間体で、いつも嘘とごまかしで固めた紋付き袴でビクビクと世間を渡らなければならない。およそほがらかさとは縁のない生活だ。真面目くさすぎて鼻につく気がしないわけでもないが面白い。第42条、恋愛は内密に、結婚は大っぴらに。草花でも双葉のうちは風の当たらぬ苗床で育てねばならぬ。しかしいよいよ花を咲かせ実を結ばさせる時が来れば、適当な日光と風がなければ生育しない。恋愛もまた草花のように微妙なものである。かっけー。お見合いで無理やりくっつけられた人編とかもあるの。本当に例えが素晴らしい。第43条、恋愛と結婚とを混同するな。個人曰く結婚の義手は低層の線によって味を保つと。恋愛時代においてあまりにも早く線を抜くと、結婚時代になって味も香りもない気の抜けた酒を飲まねばならぬ。二度と訪れぬ青春の香りに酔いたいのは誰しも同じだが、そこが忍耐のしところだ。非道貞様わらわら。これが一の釣りじゃないなら本当に昔は男尊女卑だったのか。そういう風潮に警鐘を鳴らしてた人が書いたのかもな。昔の恋愛はスナイパーたるべしという感じだな。今は機関銃兵が主流なんだろうな。つれづれ草の蓋やおたばさむことなかれを思い出した。今や機関銃持った奴らが片っ端から駆逐してく時代か。第44条、相手を不幸にするな。相手を不幸にしておいて、どうして自分一人が幸福でいられ合うか。たとえ団長の思いをしても、断たねばならぬ絆は断つべきである。先生と生徒の場合、主人と召使いの場合、道ならぬ道の場合など、無理な恋愛はともすれば相手を不幸にしやすいものだ。脳内で押さえとけってことか。第45条、先入観にとらわれるはぐなり。某博士令嬢、某大将令嬢と聞いただけで、もうすぐにその症状ありがたがってしまう軽率な人がいる。そんな人に限って、その症状の実質がどんなものだか、よく見極めもしないで、無我夢中で恋愛に焦る。その結果は一生涯の悩みの種を背負い込むことに習う。彼女が案外にも低能であったり、不良少女だったりするというのは極端な例だが、そうでなくっても、人格、教養、趣味の点で、自分の相手としてどうかと思うと、後になって次第に気づいたところで後の祭りだ。こんなことは誰でも心得ていると、言ってしまえばそれまでだが、それでいて、案外誰でも簡単にごまかされるものだ。田舎のじいちゃんばあちゃんとかが読んだら眉しかめそうな感じ。恋愛の本質は今も昔も変わらないってことじゃないの。まあ自由恋愛しにくい時代だったのは間違いないが。第46条、圧迫される恋人を持つな。いつも圧迫されているや腕は生活が面白くないことは理の当然だ。のみならず、息を衰えて伸びるかき才能も伸ばすことができず、発展すべき事業も行き詰まりとなる。極度に気の強いもの、最地弁舌が自分よりも優れていて、常にやり込められてばかりいるやうなもの、それから体力の点でも自分を圧迫するやうなものとは恋はすまじきことだ。なんというか、やるせない気持ちだな。我々は生まれる時代を間違えたな。第47条、良き友達を持たぬ恋人は面白からず。交友の善悪によって、その人を知るとは古いことわざだが真理はいつまでも真理だ。酒が嫌いなくせに酒飲みの友達とバーばかり巡り歩いているわけはない。相手の口からの出任せを信じず、そっとその友達を観察すると化けの皮はすぐ剥げる。次ガラスとか。第48条、女性の味方を信用するな。私は女性の味方ですなどとご婦人の前で臆面もなくまくし立てる一言当てにならぬものはない。本当の女性の味方ならば、夫人の前でペラペラ喋るようなことはしない。黙っていて知らぬ間に親切を尽くしてくれるものだ。自称女性の味方に限ってわがままで不親切な男が多い。以上、これで恋愛関係の条文はおしまい。何か質問とかある？最後で驚愕、女性向けだったとは。第33条とか見るとそうとも言えないぞ。しっかりした倫理観だよな。今なら現実見ろよ童貞よつと言われるのがオチだが。正論すぎて笑った。ちなみにどこの出版社か教えてほしい。第一書房とか改造者の円本にありそうだなと予想。普及や城総書の第5優。著者は三井善太郎。定価10銭。ちなみに最後の広告に人に好かれる秘訣200が条が載ってる。これも読んでみたいな。サンクスこういう面白い本があるから古本あさりはやめられませんな。大正時代の包茎治療器の広告見たことがあるよ。やっぱり、ドイツ高のなんちゃら教授推薦とか書いてあって笑った。どこで買ったん？確かどっかの古本屋でネタで買った気がする。おつおつどれも短い文章の中にうまい表現や例えがあって飲み込みやすかった。私女だけどこの作者に惚れたかも。なんて人か教えて。三井善太郎。ググったら人に好かれるにはこれだけは心よくべし秘訣100が上なんて本も書いてるらしい。
善太郎様ぽ。人に好かれる秘訣が200もあるのか、これも読んでみたいな。なんか興味出てきたな。こういう本ってどこで手に入るの？神保町行けよ。おつ、俺もその本欲しいな。やっぱりそういうゆかりのあるとこじゃないと戦前の本なんて並んでないよね。聞くせよ、遠いんだよ。神保町じゃなくても個人経営の古本屋には結構こういう変なのがあったりする。古本市に行くか、神田神保町の古本屋、関西なら四天王寺の古本祭りとか古書会館の古本市とか、今宮恵比寿の時に露店で古物商が出たりする。古物商とか一部業者は手紙とかも扱ってるから当時の人の生活が分かって面白い。時代とともに価値観が変わるだけで昔の価値観が正しいとは限らないんだけどな。でもまあなんとなく納得した。ところどころ筆者の思想押し売りっぽいところはあったけど、全体的にいい内容だった。読んでもモテないんですがね、母。戦前の日本って意外とフリーダムだよな。リットン報告書とか雑誌の付録でついてた。なんで戦争しちゃったんかね。なんか昔の文って読みやすいような、サラサラした文体が好きだ。ちなみに文章中の漢字はおおよそ新字体に直してある。旧仮名も変換の都合上面倒くさいところは大体新仮名に変えた。一部残ってる旧仮名はまあ雰囲気重視ってことで。他には面白そうな戦前の本持ってる？雑誌歴史写真とか、ヒトラーの我が闘争の戦前版初版とか、基本的に軍事関係のものを集めてるから、普通の人が見て面白いかどうかは微妙だな。面白いもの持ってるじゃないか。一とは気が合いそうだ。旧軍関係の手引き書とか、文章に不思議な魔力があるよな。またなんか面白そうなの見つけたら立てるよ。一、おつ。おつ。おつ。お疲れさん。あ、昭和に生きた日。追いついたら終わってた、おつ。なんか勉強になった。やっぱり日本人は日本人なんだな。一、おつ面白かった。おつ。ご視聴ありがとうございました。この動画が参考になれば幸いです。有益なスレをまとめていますので、よかったらチャンネル登録お願いします。